だケラちゃん。イカシマリス、よく見てろよ。おお、ケラ、おケラ、お前のチンチン、どのくらい？うぃー！おお！どうだ、面白いだろ？おお、ケラ、おケラ、おシマリスのチンチン、どれくらい？うぃー！おお！おめえにも見せびらかしてえもんがあるんだ。なに？ほら、珍しいだろ。あー、ピカピカの黒い石。アライグマくん、それやらねえよ。させやがるぜ。あー、しびれた。よかったわね、よかったわね。さてと、雨も上がったし、ケラちゃんの餌でも探しに行くか。うん。あー、アライグマくん。あ、なんだ？落ちるよ。お前、雷に打たれて頭変になったか？バカ野郎、穴があるの知ってんなら最初からそう言え。降ってくるよ。え、今が降ってきた。もっと分かりやすく教えんかい。挟まれるよ。何に？ハサミ。いやー、痛い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 。答えはスナドリネコさんが教えてくれるよ。え、スナドリネコさんが。どうやら雷に打たれて予知能力が身についたようだな。予知能力？この先どんなことが起こるのか未来が見える能力だ。すごい、シマリスとっても羨ましいの。ボノボノ、今何か見えるか？信じられねえな。僕も信じられないよ。それなら明日俺がどうなるかも見えるのか。あ、見える見える。何が見える？それはその、なんで言えないところを見るとやっぱりデタラメなんだな。いや、その、それは、よっ、いてて、何かで滑った。肉肉肉肉肉肉。本当にうんこが。オーケーだ、オーケーだ。シマリスのチンチン。俺のケラちゃん。飛んだわ、飛んだわ。あれが欲しい。一応本当に飛んでる。偶然だよね。アライグマくんは明日僕に黒いピカピカ石をくれる。シマリスくんにはオケラちゃんをくれる。そして今デタラメ言ってんじゃねえっていう。デタラメ言ってんじゃねえ。しかしよ、
どうして俺の大切な黒い石やケラちゃんをおめえらにやることになっちまうんだ。それはどうした、なぜ黙ってる。まさか何か悪いことが起こるんじゃ。おい、そうなんだ。落ちる、降ってくる、挟まれる。いやだ。アライグマ君、俺は死にたくねえ、死にたくねえよ。
や噂話や人の目気にしている流行りのものは今すぐ手に入るけど愛はお金で買えないと人曲は言ってる。ラブトゥラブ愛には二つある。自分を愛すること、人を愛すこと。ラブトゥラブ一つにならないから、きっと地球はいつでも回る。